い、先生、小原マシコでーす。どうも、メルシーでーす。はい、ということでね、先週に引き続きゲストでメルシーさん、どうも、お待ちしております。俺の最大のライバルな。本当に2週にわたって読んでいただいてありがとうございます。はい、2週じゃすまねえぞ。っていうことでね、うちらといえばスニーカーズカップ。そうですね。何度となくネット上では戦ってきてる。そう。でもリアルで戦ったことは一度もない。そうなんです。俺の夢だったメルシーさんと直接対決することはできなかったね。だったらばここでやってしまえばいいじゃないか。やばい。1回目は俺のボロ勝ちですよ、うん、第1回は、うん、もう言わせてください、ボロ勝ちですよ。ボロ勝ちですよ。ちょっとムカついてきたで、ね、2回目はタイムで負けたんです。そう、ね、ギリギリ。そう、滑り込みましたね。40秒だって100秒ぐらいだっけさ。どれぐらいだったか覚えてないけど、ね、うん、タイムでね負けちゃったんで、うん、まあ俺あそこで負けたとは思ってないんです。おっと。そう、僕は基本的にタイムを一切気にしないでやってたんで、うん、なんかタイもうここでこれもう負けだと思ってないんだよ。じゃあそろそろ決着をつける時が来ましたね。そういうことですよ。でね、ここでスニーカーズカップ延長戦をやろうじゃないかと。やりましょう。そう、ということでお互いねクイズを考えてきました。はい。で3問ずつ出し合って決着つけようよと。決着つけましょう。はい、はい。これはもう見てるみんなも考えていただければちょっと面白いことになるんじゃないかな。そうだよ、ね、うん、うん、ただね俺はね思った、あのスニーカーズカップ上位いた人は大抵の勉強はしてる。そうですね。出た問題大体本当は分かるんです、うん、そうそう、うん、分かってる。そうだからちょっとやそっとじゃ勝てないと思う。うん、うん、そうですね。そうですよ。だからちょっと怖いよ。あの、生きり立ってるけど俺は怖いよ。言ったはいいけどね、このプレッシャーがね。正直勝てる気しねえから。でね、今回のルールとしては、はい、まあ、3問出し合って、うん、正解数が多い方が真のエアマックスの、あの予選大会優勝者だ。ナイキ非公認ですけどね。非公認だけど、非公認だけどな、うん、選択肢は一切なし。選択肢なし。選択肢なし、もう、うん、そんな甘っちょいことはしない、はい、うん、選択肢なしで答えてもらう。うん、じゃあじゃんけんしようか。先行後攻、最初はグー、じゃんけんぽい。イエーイ。マジかよ。じゃあ僕先行でいきますよ。マジか。じゃあ第1問スタートです。よし、エアマックス、はい、2003。2003ってなんだ。エアマックス2003のデザイナーは誰でしょう。忘れた。ああー、ちょっと待って、わかんない。エアマックス2000。これ出たな。あ、わかった。セルジオロさん。うわー。これはもしかしたら問題出てたかもしれないけど、これは素晴らしい。マシコさん正解です。オーケー。やっぱ強えな。1問やっぱ強えな。よっしゃー。じゃあ俺も行きますわ。よし、エアマックス360360360のデザイナーは、あのね、選べんね、これ。選べんだけど、これがね、出てこないの。わかる。あのね、あれでしょ、レンカーシュナーじゃなくて、うん、いや、あの、ほら、あのね、ステファンじゃなくて、やばい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 、あれだ、あの、あれなんだよ。ゴーやばい、やばい、やばい、ほら。3、2、なんだよ、俺。あいつ、あれ、あれ。あー、ほんまか。イェーイ。そうだ、そうそう、マーティン・ロッティ、僕顔も知りません。僕も顔知りません。うわー、間違えてもうたー。よっしゃー、1ポイント先取。じゃあ第2問。はい、エアマックススクエアライト。はい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 、はい、エアマックススクエアライトにはアッパーに立体構造のね、モヤっていうね、あの立体構造になってるあのアッパーのあれがあるんですけど、はいはいはい、それは何学的に作られたものでしょう。これね、スニーカーズカップよく出るんですよ。何学的に、何とか的に作られているとかね。これはむずい。これちょっとぶっこんだ、ちょっとぶっこんだかもしれないな。なんだろう。これね、俺一番苦手なの。ちなみにスニーカーズカップ第1回の時に全部間違えてるから俺。僕も間違えました。そんな知らんわ。解剖学。解剖学。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。答えは、人間工学です。いやー、そっちかこれやばいです、本当に。あの、生物学的とか、物理学的とか、
そんなの知らないでしょ、そんなの知らないわ。逆に正解した人誰、あれ二択で悩んだの今人間工学と。ああそうそう、あのねこれ人間工学なんですよね。マジで。そう人間工学です。全然わかんない。いや、そこまで調べてあんの。調べました全部。このノートに書いてないことはスニーカーズカップには出ないと言っても過言ではありません、はい、それぐらい書いてあります、いっぱい。マジか。あはい、いきます。ウェルシーさん、はい、ボートフォワード覚えてますか。覚えてます、やばい。ボートフォワード覚えてますよ。はい、はい、オランダ代表の、はい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 、この人なんて読むのこれ、セルメントバラウンが、はいはいはい、この発表したスニーカー、はいはいはい、このエアマックス90とエアマックス97のハイブリッドモデル、はいはい、ありましたね。はい、これに秘密の数字が入ってます、エアの部分に。はい、そこが表すものとは何でしょう。ナイキエアの、はい、特許取得番号。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。おーっとベビー、違うの。はい、ですね、これはですね、うん、フランス・パリのポンピドゥセンターの緯度と経度が入っています、はいはい、知らんわオランダ人なのに。はい、これですね。うわ本当に書いてあるよ皆さんマジか。これね、俺もね、これ何なんだろうと思ってグーグルで入れて、地図でポンピドゥセンターがドゥンって出た時すっげえビビった。僕のこのノートに書いてない、あのアップデートされました。はい。